ガゼリリリューシンプル簡単バージョンやってみました。ショートカットバージョンなんですけど、それでも結構長いです。見てください。2ページにノートも渡っております。ですね、これショートカットバージョンなんですけど、一応全部の要素を一応網羅してますんで、フルでやりたい方は全部、コードは一緒で、歌詞とか書いててください。2番をカットします、主にね。で、この曲はもう早口言葉みたいなところいっぱい出てきますんで、これはね、なかなかの脳トレになると思います。で、今動画と一緒になんとかできるようになった方は、それでもやっぱ自分で紙に書いて、それを見ながら自分だけで演奏してみるのをおすすめします。その時の参考になるようにガズのノートを見ていただきますけど、今日はですね、長いんですよ、すごい。ちょっとまあこれ、一時停止で見ながら動画のテロップもちょっと参考にしながらちょっと見ていってください。どんどん今日はね、一時停止してくださいね。はい、じゃあこれ A メロね。はい。で、ここ B メロから、またもう一回 A メロにちょっと戻るところ。はい。下にくるっと囲ってあるところは、これ後半やるところで解説しますからね、これかっこいいところがありますんで、また後で解説します。で、ここサビですね。サビちょっと前半後半分かれちゃった。サビ1の前半ここまでが。はい。下に囲ってあるコードはかっこいいバージョンでやるコードです。今のは上でやりました。上のコードでやりましたと。はい。で、ここ、サビの1の後半がここにまたいちゃいましたよ。すいませんね。で、この辺からこのブリッジが始まるわけですよ。ちょっと展開していくわけですね。どん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 。特に、やばいのはここです。B の2。この早口言葉でこれ。もう書ききれないぐらいの言葉ですからね、これ。強烈です、ございます。これは。
だから動画のテロップでこうね、なんとかこう読み解いていただきたいので、これ字がでもすごいでしょ。はい、こんな感じです。で、最後に、サビ、最後のラストのサビをやって、終わりましたと。で、原曲で、このまままた A メロに戻って終わるような感じなんですけど、ちょっとそれ、フルでやりたいから、ご自分でちょっと考えて、こっちの方を足してくださいね。はい。今のちょっと、ガズレレ練習用ということで、この2番、大サビ2回目をやって、終わったというのがガズレレバージョンでございます。では、出てくるコードを解説しましょう。どんどんいきます。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、Em7。これが、今やったシンプル簡単バージョンです。このコードはですね、かなり入門コードなんですよ、ガズレレの中では。1,2,3,4,5,6,7,8個のコード。これは。ドン!ガズレレ必須コード。いつもね、これ出てくるやつなんですけど、これガズレレ必須コードって何だと言ったら、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利なコードのグループです。以前私が、その10個の動画が頭にスッと入るように、わかりやすく解説している動画ここに貼っておきます。ここでガズレレ必須コードはマスター。そしたら今日のこの簡単バージョンを弾けるようになります。楽しく覚えましょう。はい。じゃあ、こっからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。ぐいぐい行きますよ、今日は。かっこいいバージョンではさらにこれにコードを追加します。3つ。見てください。まずここの一番上。F マイナー。はい。これはね、ちょっと初心者の人がまず最初につまずいちゃうやつ。解説しましょう。押さえる場所まず。ここと、ここ。これ、こんな感じで押さえる。こんな感じね。響きは。はい、こんな感じ。で、ガズの場合はこの部分を親指、上からガツッと押さえちゃいます。はい。こんな風にガズ、人差し指ね。なんでこれ、ちょっとどっちでもいいと思うんですよね。押さえやすいなという思う。まあ、こっちが定番な押さえ方だと思います。はい。F マイナー登場します。あと二つはね、結構比較的簡単です。ここに E7 サスフォーと G7 サスフォーってあるんですけど、これ E7 と G7 に1個足したって覚えておくといいと思います。これちょっと連続でやります。まず E7 サスフォーから解説。E7 っていうコードは覚えてますか ?E7 っていうのは、こことここと、ここを押さえます。つまり G7 を押さえておいて、この人差し指を上に持ってきたのが E7。で、この人差し指見てて、これがここになったら E7 サスフォー。ここになったら E7 です。E7 サスフォーから E7。かっこいいでしょ。これやります。次 G7 サス4は今度は G7 こう基本コードここでね。小指見てて。これ足したら G7 サス4。離したら G7。G7 サス4から G7 みたいな。これサビの中でこのサス4が2つ出てきますんで、ここ要注意でいきましょう。はい。はい、じゃあ次どんどんいきますよ。次リズムなんですけど、全体的な曲のリズムとしては、ドン !8 ビートのチャです。これが基本になります。こんな感じです。これが基本なんですけれども、この曲、ちょっとかっこいいバージョンで推し進めます。最初の歌が始まって、イントロから A メロ、B メロ、また A メロにちょっと戻るところまで、8ビートのチャなんですけど、チャ半分バージョンです。ちょっとやってみます。普通の8ビートのチャは、ドン、チャッと、チャカ、ドン、チャッと、チャッでしょ?前半部分はこうです。ドン、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 チャカ、ドン、ドン、ドン、チャカ、ちょっと、ライノレ、俺もならば、わかりましたか?チャの位置が半分になるやつです。これだけでだいぶ表現力がつくと思うんですけど、やってみたらわかりますけど、ちょっと混乱しますからね。ノートル要素も強くなります。ということで今日は8ビートのチャというリズムの基本をマスターすればいいかなと思うんですけど、はい、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャとどういう動画を見ながらこれマスターしてもらいたいんですけど、まずこの8ビートのチャっていうリズムをマスターするためには、その下のステップというか入門ステップがあるんです。ただの普通のなんでもない8ビートというリズムが基本になってますから、まずその8ビートから取り組んでみてください。8ビートできる方はもう8ビートのチャでこうバシバシ決めていきましょう。チャっていうのはこれが入ることで打楽器要素がね、入ってくるんです。すごくこう、ビート感とかリズミカルな感じになりますんで、ぜひさっきのところでやってみてください。じゃあここからはちょっと決めというか細かいところのフレーズのところをやってみますけど、ここはですね、まず、サビに行く前の A メロの要は2回戻ってきたところの、ここ最後なんですけど、ここ見てください。ここが結構インパクトあるんですけど、ここね、F、A マイナー、G7、F、A マイナー、G7、決めって書いてあります。これはですね、ここのサビ前の決め。アルペジオと8ビートのフレーズというイメージですね。なんで、ちょっとここやってみますね。おだりん、芋に悩んだり、生涯を君にささ、あるがま、わかった?こんな感じなんです。
てん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 、ここまでアルペジオ、 F と A マイナーまでアルペジオです。アルペジオって弾き方が登場しますね。アルペジオの弾き方もさっきのリズムいろいろのところに入ってますね。ちょっとここだけこだわりのキメを入れたいです。はい、口で言うとタン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 ツタダダタン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 みたいな感じかな。ちょっとこれここがやっぱりインパクトある。後半は8ビート、もう一回やってみましょうか。生涯を君に捧げさ、遥か彼方という風に入っていきます。ちょっとここもうちょっとゆっくりやってみようか。せーの、ここ決め入れていきましょう。あとはですね、これを除いてあと本当ストレートにシンプルにこう突き進むような感じのイメージの曲なんで、そういう風にこれっていう決めはないんですけど、サビ前のその決めがやっぱりすごくインパクトがあるなということでございます。あとはストレートシンプルにこうね、ちょっと落ち着きながらもこうグイグイ前なんかこう力強く進むみたいなイメージがあると思います。歌詞の世界を読み解くとやっぱりこうラブなんでね、やっぱり基本は愛です。やっぱりその気持ち心持ちを持ってこのリズムとこのメロディーとこの世界観をこう高めて表現していければいいんじゃないかなと思います。これはねなかなか楽しい曲ですよ。リズムもモリモリだし、さあ行きましょうか。名もなき歌ミスターチルドレンガゼレレルかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。その度心痛めるような時代じゃない。誰かもやり歌になり自分の熱突き刺さるだけど、あるがままの心で生きようと願うから、人はまだ気づいてるく知らん Children の名もなき歌ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もう早口のところがもう凄まじい速さですけどね。で、あのあるところはこう例えばここだとね、成り行き任せの背のところに
タイミングが来る。なり、勇気、まか、せーの、なんこういう感じでリズムを測って、しっかりこうリズムに落とし込んでいかないと、こうグルーブがね、言葉とこう混ざり合わないんで、ここ、こういうことを考えながらも、ね、そういうリズムのことを考えながらも、やっぱ歌の世界観とか、何歌の情景を思い浮かべながら、この二つの要素が合わさるからまたこう楽しい。取り組んでください。年末年始、この曲はね、結構いいと思いますよ。曲もすごくこう、結構フルに近い感じで、3分半ぐらいはありますんで、世界観にどっぷり使って、年末年始、こたつみかんでこの曲弾きましょう。ありがとうございます。さあ。はい、それではちょっとご案内です。これ、ガズレレのアプリがあるんですよ。ご存知ですか？スマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね、40曲の新しい曲のブロックが追加されたぞというニュースが最近飛び込んできました。あと、それに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供している楽譜が、こうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。この辺のこと、ここにリンク貼っときます。ガズレレ。あと、ウクレレのこととかも大体ここのページに載ってますんでね、ぜひ見ておいてください。そしてですね、これも皆さん毎度お馴染みだと思うんですけど、このリットーミュージック社から出てる、この赤、青、黄色、信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ね、この緑色の本がですね、4月にですね、リニューアルして、中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これも予約受付中。これもね、概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとか、ストラップとか、キャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからね、ちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね、聞くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聞くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。また、ガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。